こんにちは。そうですね、なんかその志村けんさんね、お亡くなりになった時っていうのはさすがのね、テレビを見ない私にでも情報がボンと入ってきましたね。まあもちろん YouTube で上がってきたりとかネットニュースに転載されるっていうのもあるんですけども、確かにね、あれからあっという間に志村けんさんの話題はなくなっていって、1年とか経たないうちに本当なんかいなかったのような扱いになってますよね。で、お身内の方とかお墓参りを定期的にする方とか、四十九日とか初盆とかって方は覚えてるでしょうけども、あれほど日本中に長きにわたって影響力を及ぼした人も、まあ、お亡くなりになるとね、多くの人の記憶から忘れ去られていくのは、多分毎日忙しい自分の都合が押し寄せてくるからなんでしょうね。まあ、けどね、じゃあ今この瞬間のことにそこまで意識込めてるかっていうと、多分ぼーっとしてるんじゃないですかね、結局は。だからその人生に意味はなくって意思を込めていくっていうのは、結局はまあ、過去のことを忘れるのはしょうがないけども、今を的確に捉えられているかどうかっていうことなのかなと思うんですよ。もちろんぼーっとする瞬間があってもいいんですけども、でもぼーっとする瞬間を積み重ねていくと、ぼーっとした人生が残ってね、で意識を込めていくと意思が残る人生になっていくんじゃないかなと。例えばあの人だったらこう考えるんじゃないかな、あの人だったらこういうふうに思うんじゃないかなっていうふうに周りの方に思っていただきながら、まあお別れすると、多分その人の中で自分は生きると思うんですよ。だからいなくなったからいなくなるんじゃなくてね、目の前にいないからいないんじゃなくて、目の前にいようがいまいが自分の心にその人が留まっているのかどうかっていうふうな、その受け取った人の問題なのかなと思ったりするわけですよね。よくね、生きてるうちは対話がなかったけども死後に対話が増えたっていう人もいると思うんですよ。まあこれも全部人によるんですけどね、でも私は多分ね、なんかその意思を込めるから物事が存在するんじゃないかなと思ってるんですよね。だからなんて言うんですかね、まあ今ね、大和くんのおむつとかを買うわけなんですけども、それまでおむつを見かけても素通りして子供用品とかね、気づかなかったと思うんですよ。でも今は多分ね、むちゃくちゃ詳しいんですよ。それこそね、そこら辺のね、子育てママとね、張り合えるぐらいっていうか、それ以上の人間だと思いますよね。だから何かを意識込めてやると、むちゃくちゃ詳しくなるし、扱いやすくもなるし、縦横無尽になっていくのかなと思うんですよね。まあそれはやっぱこう、YouTube をはじめ、アフィリエイトをはじめ、物事をしっかりと意識込めてやってきたら、望んだ人生に振り返っていくんだっていう体験を繰り返してきたものを、まあ、まさに今も当てはめてるってことなんですけどね、まあ、これからもそうなんじゃないかなと思いますよ。意思を込めないものに何も残らないのかなと思いますし、それは時間が経過していくだけでね、経験ができないっていうことなのかなと。ほっといても時間過ぎるじゃないですか、もう取り戻せないから。何かをやってきたような気がするけども、ちょっと何かをやったか思い出してみようと思ったら、旗と筆が止まるとかね、こう言葉が詰まるとかね、でもまあ、なんていうのかな、ここ1年とか2年の思い出話しても終わらないぐらいに、次から次へと、例えば365日とか700日、1000日っていうのは溢れ出してくるのかなと思うわけですよ。まあこうやって億万長者合宿のやり取りが永遠に続くのも、まあ、吉谷さんのリアルの付き合いはないんだけども、でもいつもこうじゃないかな、じゃないかなって意識するところがあったりとか、動画を送れば帰ってくるっていうことを確保してるからなんでしょうね。だから目の前にいなくてもいるっていうことがまさにここでも証明されてるんではないかなと思うわけですよね。そうなると、もしかして人がね、死んでもその人を忘れなければ生きてるのと同じなのかなと。なんかよくイエス・キリストがね、天で生きておられますって言いますけども、その人にとってみたら、今でもイエス・キリストが自分に語りかけて、人間を介して自分にイエスの言葉を伝えてるっていうふうに思うんですよね。まあそれがだから意識を込めるってことじゃないですか。意識込めなければ、人が何か言ったところでね、勝手なこと言ってんじゃねえよ、終わりなんですけども。意識を込めて、これはもしかしたら、あの意志が働いてるんじゃなかろうかとかね、大宇宙の法則じゃなかろうかっていうふうに、意志を込めるってことは、自分勝手なベクトルをそこに、与えるってことですからね。思い込みと言ってもいいでしょうか、で思い込みの力が思い込んだ人生に振り向けると思ったら、
自分はこうなるに違いないと思ったらね、思い込み強く持てば、意思を強く持てばそうなるっていう確率は上がるのかなと思います。それを考えてなかったら勝手な方向に行っちゃうのかなと、まあ、これがつまり悟りの境地ってやつでございますというのがね、このカンフーの方に書いてました。いってらっしゃい。